皆さん、おはようございます。赤星里奈です。今日は私のモーニングルーティーンを紹介したいと思います。すごい寝てますね。あ、アラームが鳴りましたよ。起きてください。それにしてもすごい放射状の髪型、寝癖すごそうです。あ、起きましたね。結構私は朝目覚めがいい方なのですが、頑張れ、負けるな。42度でお湯張りをします。お願いします。一日のスタートは半身浴です。美容のためにやっています。あ、足を打ってるよ。足を打ってしまいました。痛。はい、お風呂に入りました。美容のため半身浴、デトックス大事ですよね。それから髪の毛をしっかりと乾かしたら、一番大切な歯磨き。歯列矯正中は歯磨きが本当に大変です。でも朝からしっかり歯ブラシと、それからフロス、そして歯間ブラシを使って磨いていきます。はい、綺麗になりました。それからフェイススチーマーの時間、私にとってこれは必須アイテム。毎日の習慣です。お肌がもちもちになったところで、今日はお休みだけど化粧しちゃうぞ。これも毎日の習慣のヨガ。私はとってもバランス感覚がいいので、ヨガはすごく得意。ヨガが終わったらしっかりと柔軟体操もします。毎日やってるおかげですっごい柔らかいですよね。これはすごい柔らかさです。見てください、すごい柔らかさです。とりあえず叩いておきます。さて、着替えも終わってピアノを弾いちゃいます。最初はいろんな和声感を耳で聞いてから練習をスタートさせます。あ、今日もいい朝だ。爽やかな朝だから気分がいいので、エオリアンハープでも弾いてみます。これ10年ぶりぐらいに弾いたわ。お待たせしました。こちらが私のリアルモーニングルーティン。起きた、目覚めました。これ見てくださいね、見てくださいね。何時だ？7時43分。これリアルなんですね。7時45分にアラームをセットしてますが、2分前に起きる。これ本番前にね、切羽詰まってるとこういうことになってしまいます。はい、そして歯列矯正、おなじみの歯磨きでございます。実は私の家8時からピアノが弾けるので、その15分前に起きるというシステムになっております。そして朝の15分間で最も私が情熱を注ぐのがこの歯磨きです。歯磨きは永遠に続くのであった。はい、朝食です。いただきます。毎朝私はバナナ、歯が痛いですね。バナナを食べて、ゴリラの気持ち。え、うせやん、え、うせやん、うせやん。ちょスイッチ入れん、忘れてたやん。もうバナナ食べ終わんで、一緒に、さゆと一緒に食べたかった。バナナもうないやん。食べたわ。まあええわ。はい、お湯飲みます。世界で一番おいしい飲み物はお湯です。私はこうしてロングトーンの練習を。ってなんでやねん、私ピアニストや。管楽器奏者ちゃう。そう、ただただ猫舌。さて、これは何をしているかと言いますと、これ本当に大事なことですね。練習前に手を温めて、右手は
ストレッチをしております。お湯でね温めるのが私の場合は一番温まるかなと思います。冷たいまま引くのは危険なので皆さんやめるようにしましょう。台側も同じようにやっていきます。お豆知識なんですけども、この前から後ろに回す方が肩がね取れにくいというか、逆の方向は肩が取れる方向なんですよね。肩外れたら嫌ですからね。はい、 OK、 そろそろ8時なのでおとなしくピアノの部屋に向かいましょう。やばい、はい、やばい、言うてるやん。朝の15分なんか一瞬やって、そう、まるで人生のように。8時になった。8時になりました。1分1秒たりとも無駄にできない、それが本番前の心境です。もうこの指鳴らしから焦りが出てしまっていますね。いや、リサイタル1週間前に焦らないピアニストっているんでしょうか。いや、羨ましいです。あー、もう早速曲を弾いてますね。ダメですね、皆さん真似しないでください。これはちなみにベートーベン作曲のワルトシュタインというソナタでございます。あんま弾けてないですね、全然弾けてないです。これは朝やから全然手動かない。はい、言い訳はダメ。素直に本番前こそゆっくり練習いたします。というわけで私はピアノの練習を頑張ります。皆さんもいい一日を。それではまた、バイバーイ。